ットボールファンの皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。エキシビションマッチをお送りいたします。解説は中西哲夫さん、実況はジョン・カビラでお送りいたします。中西さん、よろしくお願いします。こんばんは、よろしくお願いします。中西さん、本日の試合どのようにご覧になりますか。両チームとも縦に速い選手が多いので、カウンターを警戒するべきですね。なるほど。選手がピッチ上に姿を現しました。ブラジル対ポーランド、この勝負は見ものです。スターティングラインナップをご覧ください。まずはホームのブラジル、続いてアウェイのポーランド、フォーメーションを見てみましょう。試合が始まりました。どういう試合になるか楽しみです。今日の試合、ブラジル、圧倒的な運動量をベースにした 4-3-3 のフォーメーションを取ります。ポーランド、フォーバックの布陣を敷いています。よくしのいだ。ヘッドでつないで、さあ抜けていくか。おお。ベト、アグナウド、力強いドリブル。10分過ぎました。サイド攻撃、コントロール、いいボール、センタリング、ヘッド、弾いた。ジャイル・イーノ、いきなり打ってきた。取れない。おっと、クリア。12番、前に送って、16番、前方へ。ベト、ブラジル、ゆっ、前へ。ボールは中央へ。20分経過。ジャイル・イーノ、10番、激しい奪い、おっと、打ってきた。来たー、ゴール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 、スウェーデン先制のゴールを決めた。ただいまのゴールシーン、ご堪能あれ。試合が動きました。得点は1-0。ポーランド、ゆっくりとボールを回します。25分経過。16番、外に開いた。しかしカット、カット。ジェルノン、前、トステム、縦に出します。いいですね、いい展開。うわ、あっと、ミドルシュート、うん、キーパー正面。後ろへ、懐深い。ここからシュート、体をひねって超面点。肝を冷やしましたね。6番、前に送って、前半残り5分です。ジャイル・イーノ、リベラール、前へ、奪い返す、シュート、バンブル、ヘッドで。16番、前半戦終了。さて中西さん、はい、ブラジル1点リードしていますが。そうですね、非常に見どころの多い試合でしたね。この調子で頑張ってほしいです。なるほど、それでは後半もどうぞお楽しみください。後半始まりました。ポーランド、ここまでの劣勢を挽回できるのか。
17番、速攻、左サイドを上がります、中に入れる、後半5分経過しました。激しい奪い合い、流れを止めた、10番、前、12番、いいですね、弾み出します、ピッチの外にボールが出ました。じっくりとパス回し、パスの精度が高いですね。前に追ってジェルノム、前、スペースへパスを出した、ここで奪って2番、前に出す、後半止めた、ジャイルイーノ、6番、前、13番、前、ここからカウンター、ジェルノム、後半20分経過しました。トステン、前に送って、ジャイルイーノ、カルオス・アネルト、前方へ、ちょっとこれは強引だったか、ここは集中どころでしょう。選手の交代が行われています。お、狙ってきた、きた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 、ゴー、スウェーデン、容赦のない攻撃が続く。ただいまのリプレイご覧いただいております。ブラジル、さあ、しかし2点差ではまだ分かりません。最後まで守りきることができるのか。後半25分、18番、怒涛のようなドリブル、ベト、前、いいですね、ジャイルイーノ、前、9番、13、縦に出します、チャンスですね、ロボ上げた、センターに戻します、ゆっくり回します、ジェルノン、前に送って、狙ってきた、これはキーパー真正面。後半35分をすでに過ぎました。小さく蹴り出す、止めた、ジャイルイーノ、前方にフィード、17、ああ、引っ掛けてしまった、14番、前線へ、ショートパス、あ、足がかかりました、イエローカード、熱くなるのはまずいですよ。試合終了まであとわずか、ペリ、中央を駆け上がります、9番、前、前、ここで試合終了のホイッスル。ブラジル、安定した試合運びで勝利をものにしました。実に残念です。残り時間も少なくなってまいりました。本日の解説は中西哲夫さん、実況はジョン・カビラでお送りいたしました。中西さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。それではフットボールファンの皆さん、またお会いしましょう。さようなら。